ですか？茨城です。茨城のどこに住んでんの？水戸です。水戸なんだ、はい、あらま、水戸は水戸でも水戸納豆納豆好き？好きです。納豆好きなん？でも、ちょっと苦手かな。あ、そう。発動機今日見に来たの？はい。こんな汚いエンジン好きなの？はい。どこがいいの？こんな汚いエンジン。音とか、音とか、音か、匂いとか。匂いも？あんまりね、まだ小学生、中学生？小学生です。まだ小学生、はい、あんまりね、このね、煙は吸っちゃいけないよあのね、これは病気になるのどういう病気だか知ってる？肺炎とか？違う、発動機病これね、発動機を始めるとね、はい、発動機がいっぱい欲しくなるの君は持ってんの、発動機？まだ持ってないです。あ、そうなんだ。あの、これからエンジンをいじったりするかもしれないけど、はい、花ボタ久保田のおっさんから 一つだけアドバイス、はい、怪我しないように。あ、はい、あとガソリンをいじったりするから、はい、自分に火が燃え移らないように気をつけてね、はい、じゃあ未来の発動機士、はい、あ、いいね帽子それ。どうしたんその帽子？この帽子は非売品で、僕の川越にいる、知り合いのおじさんがいて、その人が発動機も持ってるんですけど、昔の自動車オート三輪っていうのも持ってて、そのおじさんからちょっといただいたものなんですけど。それはなんていう？道楽って書いてあって。道楽か、いい帽子もらったね。はい、ねえ、じゃあ今日はもう本当楽しくてしょうがないね。はい。いつから始めたんですか？始めたんじゃないや、いつからちょっと興味持っちゃったんですか？あんまり動きは6年生になってからか。だいたい6年生、5年生ぐらい。今日もわざわざ水戸から2時間ぐらいかかります？あ、でも1時間とか1時間半。ああ、いくら茨城でもやっぱり遠いですね。はい。どういうエンジンが好きなの？この後ろ見て。もう全部？はい。そうなんだ。じゃあ水戸の若き発動機士だな。はい、まだ持ってないですけど。持ってなくても発動機士だよ。暴落な、はい、じゃあよろしくね、はい、これからも、はい、怪我しないようにじゃあいじってね。はい、はい、水戸の発動機少年でした。